ウィリアム・フィッシャー・ウォートンはアメリカ合衆国の政治家。1889年から1893年まで第18代アメリカ合衆国国務次官補を務めた。1847年、ウォートンはマサチューセッツ州において誕生した。1889年4月2日、ウォートンはベンジャミン・ハリソン大統領から国務次官補に任命され、 同年4月11日に着任した。ウォートンは国務次官法1893年3月20日までを務めた。この間ウォートンは1892年6月4日から6月29日まで及び1893年2月24日から3月6日まで国務長官代行も務めた。1892年8月、ウォートンは 共和党の連邦会議員候補の一人に挙げられた。共和党では、マサチューセッツ州第8選挙区の公認候補として、ウォートンのほか、州会議員、サミュエル・マッコールと、州上院議員、エドワード・クラインズが挙げられた。1892年9月、共和党大会において、公認候補を確定する5回の投票が行われ、ウォートンは、州会議員・マッコールに敗れた。 マッコールはその年の選挙で民主党の現職連邦会議員ジョン・アンドリューを破り連邦会議員に当選した。U.S. Department of State Principal Officers of the Department and U.S. Chiefs of Mission ハット U.S. Department of State アシスタントセクレタリー of State ハット U.S. Department of State セクレタリー of State アドインターム ハットザワシントンポストオーガスト13-1892ザワシントンポストセプテンバー13-1892ありがとうございます。